はい、ホットプリントの番組です。タイトルコールいきましょうか。いいですか、準備の方は。はい、はい、アイデアを形にホットプリントですね。アイデアを形にホットプリントの始まりです。年始から数えて2回目という形になります。どうぞまたよろしくお願いいたします。はい、本日の、ご紹介する早速なんですが、紹介するものにちょっと移っていこうかと思うんですが、パッと変えましょうか。今日のテーマ、テーマですね。はい、消してもらって結構ですよ。はい、じゃあ店舗を飾ろう、ポップ、いろいろ、ちょっとスペル読めないんですけど、バレンタイン。はい、ありがとうございます。そうですね、バレンタイン。あ、そういらなかった。バレンタインズなんですか。バレンタインバレンタインのですね、ポップに関して、これはいろいろな見せ方があるかと思いますので、これは大きいものから、小さいものまで、すべて、ちょっとフォトプリントでご提案できるものをちょっと今作ってみました。ので、ちょっと見ていただきたいかなと思いますので、こんな感じですね。早速、じゃあちょっと見ていきましょうか。これ今、店内、これ室内なんですが、これはどちらですか。ホットプリントホットプリントの店内ですね。バレンタインと関係ないかもしれないんですけど。そうですね、本当にもう全く関係ないんですが、うち、今日の今朝時点で、の撮影した室内という形ですが、うちの社内なんですが、バレンタインで何も考えてない感じですね、このポップと言ってですね。でそのポップに関してですね、いろいろ今見える部分に関してですね、いろいろ装飾していこうかなというお話をちょっと進めていきたいんですが、どういったものがまず考えられるかということ。あ、いいですよ、どうぞ。いきなりなんですが、ポットがありましたね。あ、戻ってきました。あれ、何で一回戻したんですか。変わってみた。そうですね、実際ですね、一回戻しましょうね。あ、だいぶ戻りましたね。ごめんなさい、こうですね、ちょっと華やかにちょっとかなり変わってるんですが、これは実際には飾ってないんですけど、一応ちょっとイメージとしてイメージですね。そうですね、大丈夫です。あ、どんどん変わってますすみません、行ったり来たりしてしまって、はい、ちなみにこういったポップに関してです、先ほど本当に何もない殺風景な本当に室内も店内っていう形からですね、少し今イメージをちょっとつけるだけでですね、ここまで華やかになると、これもバレンタインってもう誰でもって分かりますよね。あ、分からない。分かります、ね。なんか返事がなかなかないもんで。そうです。この辺もちょっと商品ですね、今かなり細かくいくつものアイテムが今映り込んでますので、これちょっと教えて、お知らせしていこうかと。はい。ここでは。チョコレートを売ってないんですよ。あ、そうですね、こちらで紹介したいのは、印刷した看板とか、はい、そういうものですね。そうですね、一番大事なところですね、はい、間違ってもチョコレートを買いに来ないでください。そうですね、そういった商品は売っておりません。はい、うちはもうそのポップ、飾りですね、装飾していくものや何か一つ上のご提案をしていければというショップでございます。プリントショップでございます。ちょっと紹介していきましょうか。はい、どうぞ。じゃあこちらで詳しいことです。そうですね、ちょっと小さめになって見えづらいかもしれませんが、ちょっとありがとうございます。そうですね、ちょっと吹き出しも入っておりますね。はい、もうちょい下ですかね。はい、ありがとうございます。そうですね、今先ほどのものでちょっと吹き出しをつけてですね、何を扱っていくことで、そういった華やかにできるかということなんですが、一番大きなものって言えば、今この中ではどこになりますかね。私はメッシュの、これ看板なんですか、ポスター。これどちらに貼っている。外ですね。あ、内側なんですけど外向けに。そうですね、今外の大きな、外に向いているガラス面にですね、内側から貼っているということになります。ただ模様に関しては今逆に見えてるんですが、これは外から見ると表面という形で見えて、文字もしっかり読めると思います。あくまでもイメージなので、室内から見てますよと
いうイメージになっています。このメッシュ面が今2面貼られております。このメッシュに関してもですね、やはりあの室内から、まあ、屋外、まあ、外の方を見ることに関してですね、綺麗にまあ見える、映り込むことはできるんですが、まあ、外から中を見ることに関してはその本当に模様が今映り込んでいるセントバレンタインデイがもう綺麗に見えてくる。見る見せましょうか。はい、そのあれあ、いいですよ、そのマウス使っちゃって。はい、ちょっと外から見るとここですね。そうですね、あとメッシュだとあれですよね、あの室内明るいままなので、なんかそうですね、外からも見えて、まあ、室内も見えるって感じ。うん、そうなんですよね。本当にポップとしては本当に装飾としては一番ベストかなと思われるものだと思います。かなり大きく表現もできますし、あと目隠しの要素というかですね、本当に外から内からとちょっと用途がちょっと違うんですが、中をあまり見せたくないと言ってもですね、でも外から、あ、中から外を見たいっていう場合と、この辺両立できるものかなとは思われます。かなり綺麗に見えてる、まあすいません、これイメージなのでしっかり貼ってるわけではないんですよねでも実際はあの違うデザインではありますが、フォトプリントの店舗の方にもですね、今ちょっと、はい、緑の膜が今貼られている状態がですね、はい、あります。こちらは実際あの印刷から看板までというふうに入っているものが、これメッシュの膜になります。中のライトがちょっと見える感じですね。そうですね、本当にそうですね、ライトでしたらちょっと光が強いので、その辺はまあ見えるかもしれませんが、しっかりは見えてこないという感じですね。大きな大きなポップになります。はい、ちょっと戻ってみましょうか。はい。はい、ちょっと引き目になってますね。で、その次に、まあ、目立ってくるものというのは何かありますか。A 型看板ですね。中の方に置いてあるんですけど。そうですね。こちらの方はあのフォトプリントではこれサンプルという形ですね。A 型看板室内に、まあ、今回置いてはいるんですが、これ A 型の方ですね。かなり大きめな盤面、だいたい90センチから60センチ、あ、ごめんなさい、横が60センチで縦が90センチぐらいがあのうちでご提案している一般のサイズという形になりますよね。その面に沿ってですね、大きさを合わせてですね、デザインしていくと。こちらは今もう本当にバレンタイン一色という形になってますので、ちょっと明るいイメージですよね。イラスト入れることによってまた華やかになりますね。可愛くなってますねこれは大体外に置いてるのが多いですか、うんうん、そうですね、もう実際今そうですね、店外、まあ、まあ外の方に、まあ、お客様の集客ですねのきっかけになればということで、まあ、見える位置に置いてる場合がよくありますよね。またあのうちの方ではですね、あの A 型看板に関して言いますと、あのフレームになる部分が枠がですね、まあ、鉄製のものになってますので、かなり丈夫になっております。ですから、まあ、かなり重量感というまでもちょっとないにしてもですね、多少の風ではですね動くこともありませんので、こちらの方はですね、あのサンプルも置いてありますので、まあ、ぜひぜひこのデザインの方も見ながらそのサンプルも見ていただければいいかなと思っております。その A 型看板ですね、次はどれにします、どれがいいですかじゃあこちらにポスターが大したことないポスターがそうですね、あのポスターに関してこれ同じデザインの色違いで、そうですね、まあ、ポスターも印刷できるよっていう見本なんですけど、あ、でもですね、実際あのポスターとかお店、それコンビニエンスストア、本当コンビニとかも普通のショップ、まあ、何か扱っている商品を売っているところに関しては、こういった大きなポスターがいいポップとしてですね、至る所にあると思うんですよね。今これ正方形が縦に3つぐらいかな、まあ一応な、ね、はい、並んでいるんですが、実際それが横にしたり、まあ、今ちょっと下の方にポスターがあるんですが、まあ、表現の仕方もいろいろあると思いますので、これ今テーブルの、そうそう、同じテーブルですね。そうですね、なんかテーブルのスカートのような形で下の方に置いていますが、まあ、左側に映っているものが、まあその前の状態ですよね。はい、あ、今俺、まあ、指差しても意味がないです、ね、これですね、すみません、思いっきり画面に指差したんですけど全く意味がなかったです、ね、
そうですね、こちらと今右側に見えるこのポスターと下に巻き込んであるものに関しては同じ、まあ、土台というかですね、テーブルになっておりますが、まあ、この上の商品は全く無視してください、売ってはおりませんので。何が入ってるんですか？チョコ。はい、チョコレートですね。チョコレートが入ってます。何でしょうね、皆さん。何だと。そうですね、何が入ってるか考えてみましょうか。下着とか、なんか砂川さんもらったことあるって知ってた。そうですね、懐かしい話ですね。バレンタイン、今はいろんなのを送りますからね。そうですね、もう本当にもうバレンタインのそのプレゼントといったらもうちょっと話がちょっとそれちゃうかもしれませんが、いろんなものが男性がもらうものではなくても女性から男性をもういろんなものがあると思うんですよね。先ほどの下着とかですね、まあ、チョコレートだけじゃなくちょっとインパクトがあるものが結構あるのかなと思って、だから職種っていうか業界、いろんな業界が今バレンタインデーにちょっと噛んできてるんで。そうですね、じゃあこのそういった商品っていうのがちゃんと何かあるのがあればお伝えしてもいいんですけど、ありますか？こんな振りは嫌ですか？アクセサリー屋さんとか、はいはい、香水売ってるところとかでしたら、うん、こういうポップもできますよっていうことで。そうですね、本当に男性の方もアクセサリーとか本当に本当に香水ですよね、結構してる方も以前からいらっしゃってますので、まあ、こんな僕でももらったことがあるっていうことで、一応はごめんなさい余談でしたね。まあ、一応あのこういった商品ですね、各業種に合わせていろんなポップの方が作れるのかなっていうこともありますので、あとまあ目立ってくるものはもうあとパネルポスター、こちらですね。そうですね、そしたらこのパネルポスターっていうのはそのポスター下にあるあと側面にあってる3段になっているものですねと同じような素材というかですね、同じような意味合いではありますが、ただこちらの方に関して言いますと、ちょっとあのパネルと言われるぐらいなので、ごめんなさい、ちょっと画面を変えてもらっていいですか？はい、飛びましたね、お願いします。この発泡スチロールのようなもう完全にメーカー見してますね。あれ反対がいいです、白い方がいいですね。であとはそうですね、めくってもらうと実はここがアップできるかな。そうですね、そしてこの今めくったところと違う、そうなんですよ、粘着面になっている、粘着面になっているので、ここにあのポスターっていうかシールを貼って、うん、シールじゃない、ポスターですね。そうですね、いろんな用途がありますので、貼れるそうです、ね、ポスターにするみたいな、もうかなり軽い素材になりますので、発泡スチロールという感じですよね、うん、そうなんですよね、あそこに、まあ、普通にポスターの紙の素材を貼り付けることもそうですけども、ラミネートしている、まあ、印刷物ですね、こちらを貼ることによってより、まあ、外に出してもですね、まあ、色落ちすることがない状態にできるのかなとは思いますので、そういったパネル看板、パネルポスターですね、まあ、これはあくまでも一部例という形になりますので、はい、ご参考にしていただければと思っております。残りはまた後半でちょっとお話しさせてもらいましょうか。後半でよろしくお願いします。